皆さん、今なぜここにいますか？ TEDx 京都に何を求めて集まっているでしょうか？今年で4年目を迎える TEDx プログラム、これまで4300もの TEDx イベントが世界各地で開かれています。 TEDx カイロや TEDx バグダッドのように民主化運動の起爆剤になっているものもあれば、 TEDx アマゾニアのように密林の奥地で船の上で開催されているなんてものもあります。社会にポジティブなインパクトを与えたいと真摯に行動している人々をつないで、彼らが思い描いているアイデアをアクションにし、もっと面白い世の中にしていく、そんなイノベーションの土壌を日本に培うために2009年 TEDx 東京は始まりました。その少し前、2008年、当時留学先の学校を修了し就職活動中だった私に一本の電話が入りました。父の訃報でした。帰国を決め、青天の霹靂のように日本での生活が再び始まりました。学校にも会社にもどこにも所属していなかった私には日常というものが存在せず、それまで信じて疑わなかった築き上げてきた世界観というものがガラガラと崩れ去るのをただ呆然と見つめながら、それでもまたのろのろと日々の暮らしのピースを探し始めました。そんな時、TEDx 東京という得体の知れないものに出会いました。テッドのことは耳にすらしたこともなかったんですが、少し話を聞いただけで自分が温めていた3つのアイデアを形にする乗り物になると直感しました。一つが、これまでの組織論では語られていなかった新しい組織の形を実験すること。二つ目が、コミュニケーションプロセスデザイナーという私が考えていた未知の職業を現実のものとして生計を立てていくこと。3つ目は、体の感覚に正直に生きること。 TEDx 東京が目指すものと私が思い描いているものが重なり合ったときにやろうと決めました。 TEDx 東京2年目となる2010年、コミュニティの層をもっと厚くするために、これからの社会を築き上げていく中心となる10代から30代の若者を核とした TEDx 東京 YZ を代表として立ち上げました。2人のリーダーが牽引する TEDx 東京で彼らの右腕として活動するのとは違い、 TEDx 東京 YZ では私自らが地図を描き方角を指し示す航海士です。ここで私たちはいつも組織の実験をしています。チームメンバー一人一人が思い描いている、ここにいたいとそう感じるような組織の在り方をみんなでデザインしています。社会人として一人として頼る人がいなかったところから、 TEDx 東京で得た仲間を通じて最初の仕事をいただき、信じているものを仕事にする術を学びました。 TEDx 東京に礎を置きながらなりわいを作っていく中で、体の感覚が本当に気持ちいいと、私が心の底から気持ちいいと感じられる時間の過ごし方を見つけました。チームメンバーが私の勝手気ままな生き方を受け入れてくれているからです。私らしくあることは他者の存在によって初めて可能になります。アイデアを形にする乗り物、それが私にとって TEDx 東京であり TEDx 東京 YZ です。 TEDx がどんな機能を持ちどんな目的を果たすかは一人一人にとって違います。今皆さんはなぜここにいますか？ TEDx 京都に何を求めて集まっているでしょうか？心や頭や体や魂がこっちだよと導くままに日々を作る。それを私は人生をアートすると言っています。生み出すアートは絵でも彫刻でもなく、生まれてから死ぬまで続く毎日です。どう生きたいか。私はここに、自分の人生をアートにするためにここに来ています。ありがとうございました。